はいどうも、東海オンデザインの個人チャンネル、ビュータンで検索お願いします。へようこそ。我が家にはですね、じゃん、猫がいます。皆さんご存知、アルル君、本名オヤイズ・アルギロス・アイルーロス、確かギリシャ語で銀色の猫。どこ行くんですか？あなたの紹介ですよ。アメリカンショートヘアの、ちょっと待って、そんなギューンで済まないで。そんなアメリカンショートヘアの5歳児のね、ちょっとさ、なんか、あの、そんな、え、何？4歳だっけ？4歳です。4、あ、拗ねちゃった。ごめんごめん、4歳、ごめんて。かわいいかわいい、うちの大切なね、家族の一人なわけですけども、この子以外にも実は猫ちゃんがおります。それは東京でみーちゃんが飼っていたシャケ茶漬けくんなんですね。岡崎東京それぞれで過ごしていて、それぞれに猫がいたって状況から、みーちゃんがこっちに引っ越してきたということで、今現在シャケ茶漬けくんはですね、みーちゃんのお友達の超絶猫好きの方が預かってくれているんですけども、娘もこっちにちょっと馴染んできて、そろそろいいんじゃないかなということで、本日その方がシャケをここに連れてきてくれます。猫と猫を後から一緒に住まわせるというのはなかなかな難しいミッションらしくてですね、結構気を使っていかなければならない瞬間だということで、本日はアルルとシャケ初めての出会い、そして伝説へ。あ、どこ太ってんの？廊下のど真ん中でこんなうんこ座りで撮っててすいませんね。なので今回はどのような対策をして、どういう感じになるのかっていうのをね、皆さんの参考になったらいいなということで、ちょっと紹介しながら記録として残していこうと思うんですけども、正直不安です。アルルはめっちゃんこ寛大というか、仏というか、っていうかもはや何も考えてないんじゃないかみたいな性格なんですけど、鮭は僕と死ぬほど仲が悪いです。目が合えばマジでこの顔して睨んできて、ちょっとでも触ろうとしたらもうやってくるんですよ。それが僕にならいいんですけどね、猫同士で発動すると結構まずいなっていうことで緊張しております。どんな対策で出迎えていくのかご紹介していきましょう。今うちのリビングは完全に赤ちゃん仕様になっていて、和室も赤ちゃんのおむつ替える場所とかになってたんですけど、今回はこちらをなんと鮭専用場所にいたしました。これはもともとアルル対策でついてたやつなんですけど、まず変わった点、このカーペットですね。ふかふかのめっちゃ気持ちいいカーペットがあったんですけど、鮭の毛まみれになったら嫌なんで、一旦鮭用の新しいカーペットにしました。でここには結構前に持ってきていた鮭の使っていたトイレ、猫って匂いが大事なので、この砂には鮭の排泄物が染み込み散らかしております。鮭はここで、あ、俺のトイレやってなって安心するはず。猫と猫の出会いは唐突に目の前でガーンって会うんじゃなくて、遠目のバリケードを挟んだ状態で、ん？なんかいるくね？って1週間ぐらいさせるのが重要らしいので、ここの奥は鮭ゾーン、そしてここのフェンスからこっち側はアルルゾーンという感じにして、お互い触れないんだけど存在はわかるみたいな感じにしたいと思います。今日はここに鮭を一旦入れてみて、どうなってしまうのか、アルルもどうなってしまうのか、ちょっと観察していきたいと思います。帰ってきた、帰ってきちゃった。おめ、焼きおにぎり食べてるときに。焼きおにぎり食べてんの？久しぶりみーちゃんのお友達の赤ちゃんでございます。そしてなんだ、シャケ、シャケ久しぶり。あ、そっぽ向いちゃった。怖いね、シャケ。若ちゃんは劇的な猫好きでね、いろいろと知識もあるので、若ちゃんにサポートしてもらいながらちょっとね進めていきますね。よしよし、焼きおにぎり食べます。じゃあちょっと早速ね、シャケのことを受け取りたいと思います。ありがとうね、はるばる。よいしょ、シャケ久しぶり。うわ、もうアルルもすぐそこにいるというのに、シャケ久々。早速ね、ここで開けてあげよう。さあ、シャケちゃんを解放したいと思います。東京から大変だったね。シャケがうちに来ました。じゃーん、ようこそいらっしゃいます。いや、すっごいすごい不思議な感じ。あ、びっくりした、特大のうんちしたから、ね、びっくりした。おもちゃね。あ、見てください、このなんだここはと。今自分のマップデータを更新中です。自分の中のマップを作って忘れたカメラに近かった。あ、自分の猫砂を発見したか。それ鮭のトイレだよ。嗅いでみ、嗅いでみ。そうそう、鮭が散々使ったトイレよ。匂い飛んでないかな、2ヶ月で。飛んでないかも。あ、待って、やばい、やばい、アルルがガリガリしてる。おい、先住民。ちょっとすいません、あの、すいません、やめていただいてよろしいですか。今、あの、新しく入居された方がね、いますので、あまり音出さないでいただけますと、しがみしい。あ、やばい、いるいる、ここにいる、ここにあるのいる。広めの絵で一回見てみて。いいね、ちょっと
ちょっとチラッと。チラッと、ね。存在を確認させよう。いくよ。先住民の方。あれ、逆向いてる。あ、やばい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 。あ、やばいやばいやばい。おわ今見た？ちょっと目があって、なんか、なんだみたいな。はい、こんぐらいにしとこう。まだ気づいてないな。アルル気づいてる。あ、やばい。大丈夫？すごい。わ、目合ってる。なんだ今のは。なんかいたぞ。すごい。めっちゃ見てる。どうアルル、新しい入居者の方は仲良くできそう？でも積極的に会いに行こうとするその姿勢、素晴らしいよ。兄ちゃんの久しぶりのシャケとのご対面。あれシャーするの？違う匂いした？怖いね、いっぱい人いてて知らないとこで人いっぱいで怖いね。しばらく様子を見守っていきましょうかね。で、なんとこのタイミングで俺は明日、明後日がいないということで。もういいんじゃないですか。すごい、アルルがもう一切目離さない。鮭はなんか見えないことにしてる。鮭、あ、いなくなった。ちょうどいい距離感だな。アルル、積極的に話しかけてあげな。先住民としてね、受け入れる立ち振る舞いをしてあげるのよ。目綺麗だね、あんた。すごい、鮭が廊下の部屋の外に出てった。あ、すごい、結構冒険家だね。おー、あら、サービスショットかわいい。見れないときはこれやっちゃうとアルルと会っちゃうね。いなくなった。どこ行っちゃったんすか。あ、すんごい奥の方に。ある程度探検したら帰ってきなね。あーあー、怖い。それ近い、近くない？大丈夫それ、近くない？触ることはできなそうだけど。あけちゃん初ご飯タイム。結構食べるんだね。よかったね。あるの泣き声が。ちょっとここは仲良くなるチャンスかもしれない。てっちゃんがね、なんかくれる人って認識させるといいですよね。なんかコメントみたい。てっちゃん怖くないんだよ。はい、どうぞ。はい、どう？あ、やばい、この顔は俺に気づいたわ。何回も見たことあるこのメンチに。いけるか、おやつの力。わあ、いった。 あれ加えて。あ、下にくっついてる。あ、すごいすごいすごい。よしよしよし、いこういこういこう。ちょんちょん。それやりすぎない？あ、やばいね。求めすぎました。捕まえみたいに寄ってきてくれるかな。すごい余裕ですね、アルルさん。目の前に鮭がいるというのに。この体勢、さすがの貫禄。鮭はたまらず退散してしまった。アルル貫禄がありすぎるぜ。一日目なかなか仲良くはなれないね。シャケちゃんがフェンスの奥にいるんですけども、なんと見てください、こちら。アルルのこのちょっかい具合がすごい。アルルは逆にフェンスの中に手を突っ込んだりして興味津々なんですけど、シャケがそれに若干ビビってパンチの振りみたいなのをして、アルルがちょっとビクって逃げるみたいなね、そういう絡みがたまにあります。でもね、このシャケの目の前でへそ天は初めてですね。貴重な瞬間。アルルさん、どういうお気持ちなんでしょう。それは仲良くしてもいいかなって思うんですか。なるほどね。対してシャケさん、どうですか、目の前でこのように寝られておりますけども、うん、なるほど、そうですか。まあ、まだこの生活、あ、行っちゃった。残念、アルル距離縮めれず。まだこの生活が始まって3日4日ぐらいなんでね、もうちょっとフェンス越しで気長に見届けていきたいと思います。なんやかんや2週間が経ちましたね、アルル様。大変でしたね、隔離生活は。そして鮭は今こんな感じでスタンバっております。もういつ会ってもいいんじゃないか。最近ずっとこのフェンス越しにお互いちょっかい出して遊んでたりするんですけどね。主にアルルがちょっかい出してるんですが、いよいよ今日このフェンスを解き放ちたいと思います。いいですか、開けちゃっても。いいですよ、お願いします。開けます。しゃー、シャケがついにリビングに。ずっと隔離されててついにリビングに出てきました。そしてその先にはアルル。あ、
アルルがちょっとこっち見て、おお近い近い近い、え近っ、なんでそんな気にしないのだね。え、お、はあ、仲良くできる？大丈夫？どう？どうなの？なんか近づくとこっち気にするのやめてくれない？ごめん。あ、ちょっとアルル立つといいやつがあるよそれ。あら、鮭が行っちゃいました。アルルすごいなんか貫禄やばいね。鮭はまだリビングが初めてなのでちょっと探検してますね。アルル行かなくていいの？あ、動いた。アルルが動いた。アルルが静かに後ろから詰め寄ってる。お、尻尾を、尻尾をクンクンして。わ、すごい。あ、どう、鮭大丈夫？なんかじゃお互いビビりがち。あ、すごい、いい絡みじゃん、それ。お尻を嗅がせるのって結構信頼してるらしいからね。あー、どう？どうかしら？アルル、ここであえてのスルー。ここはスルーなんだ。猫なりの距離感があるのね。アルル、ここは先住民として積極的に行ってあげなさい。アルルの手、手。お、なになになにそれ、それ、それ、それ。アルル、それ何？距離感の詰め方間違ってない？アルル、アルル、それ合ってた？今。あんなに慎重だったのに。急な4連パンチ合ってる？ほら、もうアルルは室に入っちゃってさ。鮭から手出せないな。あ、今度は逆に、鮭がアルルの背中を取る形に。今度は鮭からご挨拶の時間。鮭はね、ちょっと喧嘩っ早いけど、ビビリなんですよね。鮭からのアクションで距離が縮まるのか。アルルはひたすらに鮭の痕跡を嗅いでるね。ここはちなみに、手作り鮭ハウスでございます。鮭がじわじわと近づいてる。あ、ぴょこぴょこしてる。嗅ごうとしてるけどビビって近づけない。いいぞ、嗅いでる嗅いでる。近いんだけどなんだか距離が縮まらない。お、どうした？鮭が急、おーおー、なんだ、おーすごい。でもアルル全然気にしないよな。アルルせっかく来てくれたんだからもう一度反応したら。鮭の匂いを嗅ぐのに必死なアルルを見守る鮭。アルル、ご本人こっちにいるよ。いいのよ、鮭自分からどんどんもっと積極的に行っちゃっても。これ人だったら耐えられんぐらい気まずいけどな。いいの？猫はまだチャンスがあるんですか？あ、鮭そこは、あ、逃げちゃった。いや、これはマウントか。いきなり合わせたらもうシャーシャーのパンチしまくりでやばいことになるんじゃないかなと思ってましたけど、2週間隔離したおかげでなんかお互いいい距離感を保って生活しているので、これは多分成功。一旦動画はここで終わりますが、もし今後2人の絡みでいいシーンが撮れたらそれも差し込んでおきたいと思います。ということで2人ともこれからよろしくお願いしますね。あと、あなたは普通に俺とも仲良くしてくださいね、シャケさん。この2週間で何回パンチされたか分かんないんだから。ということで、この動画は終わりです。え、そっちアルルのよ。あなたのやつ新しく作ったんだから、こっちに、こっちにわざわざ作ったんだから。ということで皆様、鮭がもう一段上に上がったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。あ、いいよ、逃げ場のない下から攻める感じ、いいよ。お、すごい、めっちゃいい。もうすごい、狭くない？あ、これ、マウント、これ。あ、じゃあ、アルル、アルル？数字は卑怯じゃない？アルル、それはダメなんじゃないの？あー、嫌になっちゃった。やばい、あ、アルル？確かにここは違うのかもな。アルル、分からせたの？第一段階は無事に始まったという記録でございました。続報を。お楽しみに。さようなら。